プラサムット JD 軍は、大中部、サムットプラーガーン県にある軍の一つ。ワットプラサムット JD、プラとは、高貴なあるいは聖なる人格、ものに関する称号。サムットとは、海、JD とは、仏島のことである。これは、軍内にあるプラサムット JD に由来する名称である。タイランド湾からチャオプラヤー側に上がってくるとき、通過する地点で、 アユタヤ王朝時代からの要所であった。パークナム事件の舞台でもある。ラーマ2世は上流のプラプラデーンに開港を建設した後、宗教的な目的で1827ないし8年、パゴダを建設した。これがプラサムットチェーディーである。これは現存しており、サムットプラーカーン県の検証にもなっている。1893年に海の全焼として、 シュラチョウムクラを要塞が設置された。長くサムットプラーカーン氏の行政区分の中にあったが、1984年12月15日、サムットプラーカーンから、文軍として独立。1991年7月15日に軍に昇格した。チャオプラヤー側に面し、川には、ピースアサムット島と呼ばれる中洲がある。またチャオプラヤー側の河口がある。内には、運河が、 網の目のように巡らされている。また、海側は、エビの養殖地が広がる。交通は、国道303号線が北に伸びており、バンコク方面とつながっているほか、県庁所在地であるサムットプラーカーンとは、船でつながっている。また、国道3243号線が西に伸びており、サムットサーコーン方面と通じている。軍内の主な産業は、 漁業や農業である。農業では、ココヤシやマンゴーなどの果物が作られている。また漁業では、エビの養殖が盛んである。プラサムットチェーディー群は5のタムボンに分かれ、さらにその階に42の村がある。自治体が設置されており、以下のようになっている。以下は、群内のタムボンの一覧である。タムボンナークルア、タムボンバーンクローンスワン、タムボンレームファーパー。 タムボンパーククローンバーンプラーコット、タムボンライクローンバーンプラーコット、ありがとうございます。